陽気の皆さん、こんばんは。ストロベリーペインキラーボーカル、ストロベリーペディオフィリア店主の増井いちごです。今回は前回の動画の後編です。元原宿系ファッション誌ケラのモデル、30歳、150センチの増井いちごの海外旅行中の夏コーデを5つご紹介します。前回の動画の URL は概要欄に掲載しております。前編でご紹介したアイテムを使い回してコーデしてますので、よかったらそちらもご覧ください。旅行先はマレーシアの世界遺産の街ジョージタウンです。カラフルなウォールアートがたくさんあったり、ヴィンテージで中華な街並みに合わせてカラフルなお洋服を着てみました。コーデでこだわったポイントなど解説していきます。4日目、ストロベリーパフェ。この日はフルーツタルトを食べたり、プラナカンマンション、アジアの宮殿みたいなところに行ったりする予定だったので、写真映えしそうな特にお気に入りのドレスを着ました。ドレスはシャーリーテンプル、いちごやさくらんぼのパフェの柄が可愛いし、ギンガムチェックが夏っぽくてお気に入りです。裾のレースや肩紐のところなど凝ったデザインになってます。サングラスはジュアンピサマイっていうタイのブランドで購入しました。帽子はココ&アミさんです。前回の動画でも登場したメゾピアノのショルダーバッグ、こちらはお誕生日にプレゼントしていただいたもので、パーツを付け替えると白いファーの冬っぽいデザインになります。リボンとラインストーンの装飾が程よいアクセントになってるし、自分の服装に合わせやすくて頻繁に使っています。みそじだけどメゾピアノとかシャーリーテンプルとかめっちゃ好きです。首輪は自分で作ったやつ、私のバンドストロベリーペインキラーのピックがついています。ピアスはドレスの柄に合わせてイチゴを選びました。指輪はビビアン・ウェストブッドとセルジュ・トラーバルとモンスターベリーです。ビビアンのアーマーリングは10年間くらい愛用しています。セルジュ・トラーバルのやつは幸せの手錠っていうタイトルで、縁起が良くて好きです。時計はフリックフラッグっていうスイスの子供用の時計ブランド、5分ごとに時間が分かって便利です。おもちゃみたいなデザインが可愛い。この日信号待ちしてたら、後ろからやってきたアメリカ人とドイツ人のカップルに、いちごのケーキみたいで可愛いねってお声掛けいただきました。日本以外の国だとよく通りすがりの人に呼び止められて服装を褒めてもらえます。私の昔住んでいた田舎では変人扱いされていたので、こういうの嬉しいですよね。特にハンガリー、チェコ、
トルコで声をかけられることが多かったな。お話しして仲良くなって、そのままその人が作ったご飯をみんなで食べるみたいなこともありました。マレーシアでは服装とピンク色の髪の毛を褒めてもらうことが多かったです。夜のお出かけはカラコンを外してメガネでした。ロリメガネ。5日目、クリームソーダ。この日は朝市場に行ってご飯を食べたり、近所のお気に入りのウォールアートのところで写真を撮ったりしました。ドレスは海外の子供服のショップで購入しました。付け襟はいちごとうさぎさんの刺繍がしてあって、いちごのパーツがぶら下がったデザインになっています。グリーンのブレスレットは大井競馬場のフリマで100円で買ったやつ。腕時計はアイアムザウォッチです。ショッキングピンクのビーズがついてるやつはトルコのギリシャ正教会、編んであるものは高円寺の古着屋。リングはモンスターベリーさんがお誕生日にプレゼントしてくださったものです。大きめのイチゴが可愛いです。街を歩いていたらモンスターベリーの消火栓を見つけました。目玉がついてて可愛い。ベルトでウエストマークしてシルエットがダボっとしないようにしてみました。ソックスはリトルローズプラネットっていう台湾のロリータブランドさんです。金魚が夏っぽくって可愛い。グリーンに赤を合わせてクリームソーダの配色でまとめてみました。コーディネートが甘いテイストだったので、ちょっとダークなお色のリップをつけていました。この日たまたま近所で見つけた子供用のドレスのお店で、ギンガムチェックとチェリーの寒服と赤いチャイナ服のセットアップをお迎えしました。店内は可愛いお洋服がてんこ盛りで幸せでした。6日目、韓服ドール。この日は翌日に飛行機移動なので南インドカレーを食べたりしてのんびり過ごしました。ドレスは子供用のドレスのお店で5日目に購入したものです。胸元のお花の装飾が可愛い。配色もすごく好きな感じだし、スカート部分の星と月の模様が可愛いです。ピアスはベトナムでお迎えしたものです。ソックスはダイソー。近所のお気に入りスポットで写真を撮ったりしていました。
T シャツコーデ、ガンズ&ローゼス。 T シャツは高円寺の古着屋、ブレスレットはバンコクのウィークエンドマーケットでお迎えしました。ガンズと言ったらシルクハット、夏素材で重たい印象にならないトップハットを合わせました。Tシャツコーデ、ピンクフロイド。Tシャツはスパンクっていう中野ブロードウェイに入ってる古着屋さんで購入。黒いショートパンツはシーンで買いました。ピンクフロイド好きなのでめちゃくちゃお気に入りです。バンド T シャツだったらキングクリムゾンのやつとかあったら欲しいなって狙ってます。人生において何よりも自由が大事だと思っています。いつも好きな服装で好きな場所に行きたいと考えています。自分のスタイリストは自分自身なので、皆さんも自分の好きっていう気持ちを大切にしてファッションを楽しんでください。もしファッションを楽しむ際に私の動画が参考になったら幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。旅行中に行ったところとか猫とか、それとは別で5月にベトナムに行った時のコーデとか、たくさん作りたい動画があるので、のんびりですが編集頑張ります。なのでチャンネル登録して待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。好きなコーデだったり、真似してみたいスタイルだったり、 YouTube でも Instagram でも何でもいいので、お気軽にコメントしてください。待ってます。また次の電子カルテでお会いしましょう。 Please take care.